こんばんは、大島拓海です。今回ボンビューの新入荷情報をご案内させていただきます。最後までぜひご覧ください。早速ご紹介させていただきます。まず1点目が、US アーミーの M65 のカーゴパンツになります。サイズがスモールレギュラーです。29ハーフ、レングス32ハーフです。ウエストで大体40センチぐらいありますので、割と幅広い方に対応していただけるんじゃないかなと思います。レングスもまあそれなりにありますので、履ける方は多いんじゃないかなと思っております。ダメージはそれほどありません。若干こう毛玉になっている部分とかあるんですけども、気になるレベルではないと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ちょっとこの辺りも数少なくなっておりますので、探されていた方はぜひお早めに決めていただければと思います。よろしくお願いします。続きまして、 US アーミーの M65 です。サードタイプ XS レギュラーだと思います。ちょっとミドスペックがもうなくなっていて、サイズ判別ができないんですけども、私でこれぐらいのサイズ、普段着ているよりちょっと背中が小さいかなと思うぐらいのサイズなので、多分 XS だと思います。雰囲気はいいです。ワッペンがついてたりはしますが、雰囲気は抜群にかっこいいと思いますし、大きなダメージはありませんが、裾と胴回りのドローコードだけなくなってしまってます。それ以外は目立つダメージはありませんので、使用感はありますが雰囲気は抜群にいいと思います。よろしくお願いします。続きまして、同じく M65 サードタイプのスモールレギュラーになります。ダメージというダメージはありません。かなり綺麗だと思います。目立つ傷とか汚れはほとんどない一品だと思います。かなりかっこいいと思いますので、よろしくお願いします。続きまして、US アーミースモールロング M65 です。スモールロングって意外と珍しいなと思ってるんですけど、こんなバランスです。やっぱりちょっと着丈が長くなってきます。なので私よりもうちょっと背が高くて、私ぐらいこう細めの方、75センチとか80センチ弱ぐらいある方で、細身の方だったら綺麗に着れるサイズだと思いますので、ぜひよろしくお願いします。こちらも裾と中胴のドローコードは残っておりまして、全体的な状態はかなりいいと思います。ここにワッペンがついてて、マクドナルドさんのワッペンがついてますが、それ以外は大きな目立つようなダメージ傷はありません。あと内側にこうマジックで文字が書かれてたりもします。こういうのが割とヴィンテージの面白いところかなと思います。続きまして、 M65 ミディアムショートサードタイプです。これも状態はかなりいいですね。かっこいいと思います。ミディアムショートなので、私だとちょっとこうゆとりがありますが、着丈のバランスは私ぐらいでもいいかなと思います。両胸にワッペンと両袖にワッペンがついております。それ以外はダメージというダメージはありません。ドローコードもしっかりついております。続きまして、ミディアムレギュラー M65 サードタイプです。こんな感じです。私だと大きめになりますが、80センチ弱ぐらいの方でちょうどいいんじゃないでしょうか。こんな感じです。こちらも両胸にワッペンと両腕にワッペンがついてまして、これもドローコードは両方残っている状態です。ダメージ、これもかなりいい状態です。ダメージはほとんど見当たりませんので、探されていた方ぜひよろしくお願いします。続きまして、同じく M65 サードタイプのミディアムロングになります。こちらもほぼダメージはないです。目立つダメージ汚れはありません。ドローコードも両方残ってます。こんな感じです。180センチぐらいですかね、この着れる方は。180センチで割とこうがっちりされた方でちょうどいいサイズだと思います。状態かなりいいのでおすすめになります。よろしくお願いします。はい、続きまして、 M65 サードタイプラージレギュラーです。実は今回もうほぼフルサイズ揃うことができまして、こんな感じです。これは180センチ超えてる方じゃないと無理ですかね。多分185センチぐらいの方で、割とがっちりした方でちょうどいいと思います。若干ですけど汚れとか少しこう縫製ミスのようなものもありますが、こう目立つ、こう恥ずかしいぐらい目立つようなものはありませんので、かなり綺麗に着ていただけると思います。こちらもドローコードは両方残っております。はい、かっこいい一品だと思います。ラージレギュラーになります。リーバイスのホワイトデニム501、アメリカ製です。
トップボタン裏が532です。サイズがちょっとパッチがもうなくなってしまってるんですけども、インチで33インチ、レングスもまあそんなに極端に長くないので履ける方多いんじゃないでしょうか。ちょっとヒップ周りとか汚れがありますが、まあそんなにこう目立つような汚れはありませんので、綺麗に履いていただけるんじゃないかと思います。レングスも多分これはオリジナルレングスです。まあヒップ周りだとこの左脇、まあこの辺ですね、腰位置に少し汚れがありますが、まあ全然問題なく履いていただける一品だと思います。よろしくお願いします。はい、今回は以上になります。また新しいものが仕入れられましたらこちらで紹介させていただきますので、楽しみにしていただければと思います。それでは終了させていただきます。どうもありがとうございました。